久保さんみんなやらないですよね。自分にしかできないことっていうで。僕いろいろ考えたんですよ。自分にしかできないこと。あ、本数だなっていう。これね、なんかね、あのー、思いましたね。あ、これほ、まあ、お客さんのサポートしてて、あ、本数できねえなと。これみんなできないなと。俺しかできないな、こんだけ本数アップできるのは。じゃあ、こう突き詰めようってなりましたね。本数に関しては。最初僕は基準がありまして、 そのヒカルんが YouTuber でこう有名になった時にあれこいつ昔情報詳細屋だったのになんでいきなり出てきたんだみたいなでそのヒカルんの足跡をたどるとヒカルズゲームズチャンネルに7000本ぐらい動画をアップしてたんですねこいつやってんなみたいな7000本もゲームチャンネルやってたのかみたいなじゃあまずこうヒカルんは超えないといけないなと僕は思ったわけですね基準ですね みんなや、ヒカルくんもやってたわけだ。7000本ぐらいアップしてんで。じゃあ最低、最低そこは超えないといけないなと。で、超えて、今2万本以上になりましたけど、まあ、この本数は無理だなっていうのは分かりましたね。うん。まあ、あの、ヒカキンさんも10年以上 YouTube やってますけど、まあ、まあ、僕の本数を超えることは無理でしょうね。うん だからまあ本数だけはぶち抜けるなと思ってまあたった一つそのぶち抜けるっていうものを僕は見つけてまあそれをひたすらやるだけですねうんだから人と差をつけていかないな何かでね差をつけていかないと一緒だったらまあ特に僕はビジネスをやってるので他社他社と価格も一緒他社と品質も一緒えどうやって選ばれるんですかそれでって話じゃないですか信頼信用も一緒いや 選びようが、逆に言うとお客さん選びようがないじゃないですか。全部一緒みたいな。なんか、あのコンビニ、コンビニで並んでるやつの商品全部一緒みたいな。で、もしそこで全部一緒であるならば、もはや一番近い棚に乗っかってるか乗っかってないかですよね。奥のたた棚まで行くの面倒くさいから、多分一番、もう全部の棚が、全部の同じ商品で、全部同じパッケージだったら、多分一番レジに近いものが売れるでしょうね。そうなると。<laughs> だからまあ基本的にその差別化はしていかないといけないわけですから価格なのか品質なのか信頼なのか信用なのかあのまあ何かしら差はつけていかないといけないですからその差をつけられるものって何なんですかっていうところですねうんだその差をつけたくないんだったら収入の差はつけられないでしょうねいってらっしゃい